で、拭くのをストップで、鼻鼻のストローを回しながらゆっくり少しずつ大きく乾燥、壊れたり落ちやすいんで、すごい、ふうって、はい、あの最初ゴム風船膨らますときみたいに硬いので、はい、何回も拭いて圧をかけてください。ふくっと膨らんだらそれ以上大きくしないで、はい、その後は慎重に、慎重に、はい、その都度言いますね。やってみていいの？まず思いっきり、はい、何回も拭いて急に膨らんでくるポイント、そう、ストップ、はい、そこから優しくストローを回しながら、はい、息は優しく、あっちらないから潰しましょう。すいません、大丈夫です、はい、まだね、柔らかいんです、はい、2回目は空気の部屋できてます。軽く拭いて、はい、軽く拭いて膨らみ始めたら回してください、うん、そこから回します、はい、でゆっくりじわじわっと、やってやばい、あ、膨らんできたよ、うん、いい感じ、やめく丸の形に、あちょっとポップでます、そのままください、これで固めましょう、すごい、すごい、あ、そのまま固まるんだ、え、かわいい、こっちはね、固まってるんですけど、この根元がね、ちょっと、すごい、すごいね、それともパリパリの飴になる、最初からかじるとちょっと割れたりするので、はい、ちょっと舐めてから、舐めてから、はい、かわいい、味は七五三の千歳飴、はい、ありがとうございます、え、超かわいい、すげー、雨風船体験がね、できるお店らしいですね。はい。あ、いいね。吹いて。うん。舐めていい？いいよ。あ、すごい。パリパリって言ってたね。うん、最初舐めて。うん。はい、もういける、うん、おお、すげえ、見せて、おお、すごい、パリパリだわ、うん、おいしい、おいしい、すごい、うまっ、よかったね、うん。